えー、小額の株投資は儲からないよって酒飲みながら適当なことを言っている、ロご放送のおじさんが散々言われてるんですが、面白そうなので100万円ほどゲーム会社で投資しようと思ってます。初心者なら気をつけた方がいいことと、証券会社の選ぶ際のコストが知っていたら教えてもらったら嬉しいです。証券会社は手数料が一番安いところにしてください。どこで買っても買う株は一緒です。なので、使いやすいとかで選んだとしても、どんなあのオンライン証券の会社でも使ってれば使い方は慣れます。なので、手数料が安いところに選んでください。 で、あの100万円かまあ貸した金ならいいんですけど、あのゲーム会社だけに投資しないで10社ぐらい選んでみた方がいいと思います。あの要はあの社会の勉強のために株を買うっていうのは全然いいと思います。ただ、儲けようとは思わない方がいいです。あの要はいろんな会社があるんだな。こういう会社買ったらどうなるんだろうとかっていう値動きの想像するとかで買うといいんじゃないかなと思います。